私たちは静岡県に入りました。いただきます。沼津クラブにやってきました。最高。うんみゃめよ、うんみゃめ。おかわりください。おい、出来たて熱々。イエーイ。私たちは静岡県に入りました。はい、今日は静岡にある場所に行くので、はい、1泊2日でお泊りをするので、その様子を撮っていこうかなと。 Vlog ね、ゆるく回していきたいと思います。デート Vlog、 イエーイ。面白い。でもマジ雨の方はって、雨と曇りやったんやけど晴れたっていう、しかも34度もあるっていう激アツでございます。今はまだ高速なのですが、もうすぐ着くので、静岡県をちょっと満喫していきたいと思います。でも今日はなんか、今日はっていうか今回はのんびりリラックスみたいなのが、はい、2キロ、はい、はい、2キロ先で到着します、はい、っていう感じなんで、まあ、ゆるゆるになるとは思いますが、ぜひ見ていただけると嬉しいです。じゃあとりあえずお腹空いたので、静岡といえばなお昼ご飯を食べたいと思います。はい、ということで静岡といえばのランチ、じゃーん、爽やかに行きました。ハンバーグを食べていきます。バリバリも忘れた。いい匂い、楽しみ。私はこのやつにしました。意外と250円でもペロリって言われたので、今ちょっと余ったら食べてもらおうと思って、なんで待ちます。バリバリも忘れてやばい。平日やけど急組まして20分待ちぐらいでした。けどまあ割とまあそれよりはスムーズに案内してもらったと思います。じゃあ待ちます。切ってもらって、ハンバーグ熱々ソースをかけて食べます。初爽やか、爽やかに食べて。うまっ。なんかよ、すべった今。爽やかに、いただきます。うん、目の前でカットしてくれるのがね、名物だね。セットはライスにしました。うん、まっ。私は2回目です。でも東京多分上京してすぐぐらいに友達と来たから、日帰りでハンバーグ食べに、しかもこれ食べに、うん、会えるかな。だから久しぶりです。うん、食後のデザートのかき氷練乳プラスかけて、いいよ、かけて、かけんとこ、そのまま食べる、で食べて、爽やかに食べなあかんね、絶対に爽やかに食べなあかんね。でもちょっと氷がちょっと硬いのでこれはダメですね。爽やかに食べられへんで、いいわけよ。おいしい、うん、でもうまい、うまそう、めっちゃうまそう。やっぱ氷はシャレシャレ、このいちご系がいい。はい、爽やか食べ終わりました。めっちゃ美味しかった。どうですか、初爽やか。爽やかになりました。爽やかになりましたか。で今日爽やかじゃなかったら何してくれる。うん。とりあえず外が暑すぎて耐えれるか分からへんってぐらい、やばい、38度って出てるらしい、外の温度が38度。いきなりやん、なんか小道に入りますね。こんなとこ行けるか、やばい、もう眩しすぎてサングラスなかったら目赤、暑すぎてやばい、やばい、風があったかいもんな。こういう下町っぽいところに急にカフェが現れる、うん、コーヒー、食後のコーヒー飲みに行きます。カメラに乾杯した。乾杯。これはハンドドリップです。アイスです。いただきます。
当たり最高な日だ。いい感じ。うまい。でこ光。髪の毛の色、いい色じゃない？染めたて。一昨日染めました。髪の毛もカットしてちょっとレイヤーを増やしました。こうなんか何もしてなくてもなんかいい感じになるように、あのセットをした風になるようにカットしてくださいって言ったらこうなりました。良い感じです。ゆっくりのんびりって感じ。本日はこちら沼津クラブにやってきました。入ります。お部屋は105番。あ、こんちゃこっ、あ、こんちゃこっ、あ、開きました。じゃーん、こんな感じです。うわ、めっちゃいい匂い。はい、こちらはお風呂があって、手洗いがありまして、ベッドがあります。こんな感じです。やばい。こちらはラウンジです。いい天気だから光が良しです。おしゃれ。暑すぎてやばいねんけど。今沼津クラブを探検してたんですけれども、暑すぎて汗だく。暑い。顔に3個ぐらい噛まれた。虫除けスプレー忘れたぜ。ってことでオレンジジュースいただきます。美味しい。このオレンジジュースこれうまい。今バリゴクゴク言ってたけどそんなのが入ったみたいな。オレンジ 100% なんとか太郎って書いてあったな。とりあえず汗だくすぎて、これぐらいの距離じゃないとちょっと無理ぐらい。今めちゃくちゃ暑いです。今何時？今は5時21分。5時21分なので7時半からご飯やから、それまでちょっとゆっくりしたいと思います。沼津クラブがとりあえず最高すぎて、もう最高あるな。なんかこの家具の感じもそうだし、静かな感じもそうだし、自然も感じられるし、もうなんか落ち着いてこうデトックス、リラックスするみたいな感じの場所ですね。ゆっくりと時間を過ごせるいいところです、うん。なんかサウナとかもあって、サウナはなんか男女別でお風呂と一緒になってて、好きなタイミングで夜の11時半まで入れるって言ってた。沼津クラブは1900年から受け継がれているらしいです。有形文化財にもなってるし、なんかレストランもそうなってるって言ってたので、ご飯が楽しみです。不思議な鳥がおる。捕まえよう。木と一体化してる。木と一体型鳥。木鳥です。で、木鳥です。多分名前は今日はあれやな。ほら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 やん、滑りまくっとんなじゃあ、あなたが笑えば滑るにならないから笑ってよ。びっくりしてまうわ。ほら、木と一体、木の枝鳥かもしれん、もしかしたらあれは。見てほしい、みんなちょっと調子悪いんかなみたいな。でもこの水のさ、反射が素敵よな。話変えんない。ん？ん？ん？なんですか？ここはお茶室で、110年前ですね、はい、110年前ですね。110年前だって、はい、窓がなく障子1枚で外です。すご。皆さん聞こえますか？これは海の音です。やばない？これビーチに抜けてるねんて。うわ、めちゃめちゃ、うわ、やばー、最高。はい、それでは波の音をお聞きください。ここに富士山があって、タイミングが良かったら見えるらしい。これは富士山ではありません。でも今は見えません。ここから出てきました。イエーイ。で、暑すぎてもう顔テッカテカやと思うねんけど、沼津クラブを抜けると
数メートル歩くと海が見えるという。いいなあ、この なあ、めっちゃいい夕日とタイミングが合いました。すっかり夜になりましたけど、これ7時半やけど、この明るさ、なんかコウモリさんがいっぱい飛んでます。ディナーの時間になったのでディナーにやってきました。美味しそう。ここは中華です。一番大好き。美味しそう。めっちゃ美味しそうだと思う。私貸し切り、うん、今日は宿泊している方が2組らしくて、タイミング重なってなくて貸し切りでございます。8組しか宿泊できなくて、今日は2組らしい。もう蚊に噛まれましてですね、いろんなところ。虫除けスプレー忘れとった。ここ噛まれてめっちゃかゆいんだけど、最後に噛まれたやつが一番かゆい。ここってこの最後やる、でも倒したの、うん、カチュンでした。うわっ、カッって言って。いいなこのなんか和やけど中華食べるみたいな。確かに珍しい、うん、楽しみ、ね、こういうところではやっぱ和食が多いけど中華なんですって教えておりました。フカヒレからの麺っていうのはさ、ねえ、からの麺って感じだから、あれ今日3回目のだって滑りまくってる。からの麺なのかさ、からの麺なのか、ちょっとどっちだと思う。聞いてよ。それ無理。爽やかでも乾杯してほしかった。いや、ちょっと緊張する、そういうの。何が気になる？よだれとるもん。全部うまそう。やばいな。ボタン液もうまそうし。うん。楽しみ。全部うまそう。うん。私は沼津神社に行く。季節の緑茶と乾杯。いただきます。酒飲まない。美味しい。いただきます。まずはトウモロコシの冷製スープ。うん、どう、うん、うわ、すごい、ミルキーです。トウモロコシ好きやからさ、季節やからさ、いろんなところでもさ、家でもトウモロコシ食べるやん。最高。めっちゃミルキーじゃない、うん、静岡県産のトウモロコシ。静かやから緊張しちゃうな。ひそひそぼろしいたな。じゃーん、ボタンエビの紹興酒漬け。エビさん頭と尻尾外してって言ってたな。うん、うん、うん、濃厚。この餃子をさっき食べたよだれ鶏のタレにつけて食べるらしいです。つけます。うん、今の、うん、しみこましたくなる。うん、もちもちパリパリ腹の、うん、うまーわわ。今日調子悪いこれあと5個食べれるな。じゃそれぐらい美味しいってこと。うん、こちらはさっきのよだれ鶏のタレに山椒を絡めた中華そばを絡めるらしい。だから辛の麺。え？いただきます。うん。うまい。締めは冷製の豆乳サンラータンメンです。じゃあ、あのさ、熱くなるのさ、でしちゃうな。大丈夫ですか？うんみゃめよ、うんみゃめ。ん？ん？今日ちょっと調子悪い。それしか言ってない。ペロリ。
じゃあ、うん、デザートはこちらをオープン。ピーン。ピーン。こちらは大葉とパイナップルのシャーベットと大葉ビリンジャのクッキーです。夜バージョンもなんか反射して素敵です。静かで水の音と風の音と星はちょっとカメラには映りにくい。お風呂に入ってました。見て、ちょっと頭長すぎちゃうなんですけど、ちょっとタオルでかくてさ、見て、なんかそういうレゲエの感じ。こちらを飲みます。ぶどう畑のピーチネクターって書いてあるね。なんかおしゃれなフランスのピーチネクター。うん、すごいな。ピーチネクターのにぶどう色、ちょっと髪の毛出てくるし、普通にちょっとふわふわやねんけど、タオルふわふわすぎてほんまにやばーぐらいふわふわなんですけれども、やばい顔。とりあえずでもこれ飲もう。彼が今お風呂に入ってて、ちょっと一足お先にいただいちゃいます。あんまりね、フルーツジュースとか好きじゃないんですよ、あの人は。フルーツがあんまり好きじゃない、いちごとパッションフルーツ以外だから、こういうのは普段はあんまり飲まない人なので私がいつも飲んでます。でも今日のオレンジジュースはめっちゃ美味しかったらしい。ちょっとなんかワインみたい。乾杯。美味しい。なんかドリンクが全部美味しいんやけど、これがさ、どう見てもさ、ちょっとブドウジュースっぽい感じっていうか、ワインっぽい感じに見えるから、味桃っていうのになんかえみたいな感じけど、めっちゃ美味しい。ちょっとワインみたいな。そんなことは一人でしてもしゃあない。誰も突っ込んでくれへん。ヘイリーのリップロード、ただの保湿のやつです。色も何もないやつ。なんでなんやろ、カバンの中に入れてたらさ、多分ミュウミュウのやつと擦れたのかさ、なんでか分からへんけど、ちょっとこうなんかマットやからやっぱ汚れちょっと見えにくいかもしれませんけど、ちょっと擦れちゃいました。ご飯食べに行ってる間にお茶とあのちょっとしたお菓子をあの用意してくださってたので、お茶を飲むためにお湯沸かしてて、それがさっき沸きましたポーってなってたね。ブヨに刺されたんだけど、4箇所くらい。めちゃくちゃブヨってやばくてさ、それがやっと治ってきたところなのにすっかり忘れてて、今日虫除けスプレーしてないとめっちゃ頑張れて、かゆいか、多分かやから大丈夫。このまんまこうできつ、痛かった、こうできちゃうんだから。ああ違う、あのね、昨日もうパーソナルジムというものに初めて行きまして、びっくりするぐらい体が筋肉痛なんです。普段どんだけ使っていないのっていうぐらい、もうこことかこの脇の下とか太ももの裏とか、腹筋もめっちゃやったから、腹筋もすごいことになってます。まあでもさ、体をすごい使ったっていう証っていうか証拠というか、そんな感じなので、頑張れ自分っていうことで、とりあえず髪の毛乾かしてお茶作ります。お茶一つください。はい、わかりました。ヒーティング氷でお願いします。いえ、ホットのみです。いらないです、飲んでくれ。飲んでよ、ぬるやから温かいの飲みましょうよ。めっちゃいい匂いする。お茶が出来上がりましたけれども、いりますか。はい、ください。ありがとうございます。ここにチョコレートもありますよ。はい、来てください。乾杯。いい匂いしてる。いらっしゃいませ。うま、おいしいな。あ、ま、
こちらはオリジナルの青いピーと書いてあります。青いピーと、またまた今日はダメですね。寝る前かこれ眠たくなりそうやな。うん、もう眠たい。これ食べる？うん、チーズケーキもあったね。これチョコレートって言ってたよな。沼津クラブって書いてあるみたいな。沼津クラブチョコレート、はい、いただきます。チョコレート、いってらっしゃい。ん？ん？うんふんふんふん、うん、うんふんふん、うん、なんか入った。おいしい。明日の朝ごはんも中華やって、めっちゃ楽しみ。中華の朝ごはんってどんな感じ？チャーハンと、朝からチャーハンはハードやろ。エビマヨと担々麺と。まだ？うん。髪の毛さ、いい感じにカットしてもらったからさ、お風呂上がりも毛流れがさ、動きが出て。何カットしてもらう？いい感じ。今回は金田先生です。先生、はい、で、ここの、この見て、うん、ここがな、こう空気がふわっと入って、なんかちょっと、わかる？こう流れが、つむじが3つあるからさ、うん、難しいね。私のこの髪の毛の流れを理解してくれないと。私は通っているサロンが3つあるんですけど、今回は金田先生に仕上げていただきました。こうなんだかかき上げたくなるような髪の毛でございます。おかわりください。はい、どうぞ。みんな、こういうちょっとのんびり系も、ちょっと待って、なんかさ、静かすぎて怖いぐらい静かやな、逆に。もう怖い。うん、明日も晴れ予報なので、また起きたら撮りたいと思います。中華が楽しみ。中華が楽しみ。これ食べたら歯磨いて寝ます。おやすみ。おはようございます。めっちゃいい天気。やべ、朝ごはん食べに行きます。朝ごはんでも中華と和の間って感じだね。確かに。ジャスミンがいい。ちょっと。うまい。ビーマイフローラを飲みます。さすが。ちょっと最近は腸活してるんでね。毎日してた。はい。毎日結構します。こう、リンゴジュース入れる。うん。味がないので。うん、このリンゴジュース美味しい。いただきます。この豆腐のやつ好きやね。これうまいな。うん、うん、ヘルシーやしな、これ。うまい。そう、ありがとうございます。シューマイが来た。出来たて熱々シューマイ。え、あ、そう、出来たて。うん、うまい。うん、もちもちや。食後のコーヒーは別のお部屋です。ここはまた別のなんかラウンジみたいな感じで、お外も見えます。また朝だとこんな感じで青空で、すごいいいですね。朝ごはん食べてゆっくりしたので、朝うなしに来ました。もう一組の方がチェックアウトしたみたいで、貸し切りです。お風呂あって、ここゆっくりできるなって。こっちの奥にお風呂とサウナがあります。はい、じゃあちょっとゆっくり入ってきたいと思います。ここは
あの動画撮ってもいいんですかって聞いたらいいですよって言ってたので、はい、撮らせていただきました。ではサウナしてきます。チェックアウトしましたので沼津クラブ帰ります。バイバイ、また来るよ。コールドブリューとカフェラテアイスにしました。豆の種類が選べて、深入りと浅入り、僕は深入りにしました。はい、コールドブリューはお任せです。ミルクブリューも気になったけどね、ミルクで出してないんで。コーヒーハンターが働きました、センサーが。はい、お店の外観が可愛いです。ちょっと映してください。はい、ちっちゃくて可愛いコーヒースタンドですね。のれんみたい、これ釣りが好きなのでこれを買いました。どんな釣りなの？アディダスのやったんや。そうや、のいいんじゃないの、可愛い。で、ちなみにこれは長ズボンにもなる、ここにチャックがついておりまして、はい、変な日焼けストレでしましたって。メンズの皆さん、こちらでこういうのこれで、焼きすぎてここ変に焼けました。ここどこ、でこれあれやろ、撥水。そう、撥水なんで、これシャワーかけて試そうだ。家でシャワーかぶせたけど全然濡れなかったんで、これ最強です。すごいらしいです。はい、メンズコーデ参考にしてください。アシックスジョウンド、アシックスジョウンド、イエーイ。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうで、見えへんやないかい。美味しい、うまいな。うん、で、これゾフの超光レンズです。私はブラウン、これはクリアになって紫外線に反応してブラウンになっていくっていう感じなんですけど、だから外出たからちょっとだけブラウンになりました。どう、これ可愛くない、このちょっとこのここがあのおじさんチックな感じのやつ、かけっぱなしにできるやん。サングラスやったらさ、室内やとさ外さないといけなくなるけど、いいよねこれ。新しい形にしてみましたっていう感じでございます。じゃあとりあえずあの DJ するそうなんで、著作権なんで、お音楽変わってた。やばーい、あシャブラって沼津餃子北口店にやってまいりました。この美味しそうな、見てください、湯気が出てます。いただきます。なんか皮がめっちゃ柔らかい。どうですか、お味の方は。もこもこ、水餃子と無地餃子の間みたい。朝ごはんが多かったお腹いっぱいやったから、お昼ごはんはいらないかなと思ってたんですけど、餃子めっちゃ並んでるの見て来ちゃいました。じゃあ食べれちゃいましたって。うまっ、うん、御殿場のアウトレットに着きました。ピースいい天気やな、焼けそう、やばい、焦げてまいそう、日がさ置いてきちゃった。何かいいものが見つかりますように。入るかい。こちらボッテガのラバーシューズなんですけれども、カーキを持っていて、ネイビーがなんとこちらお値段がこんなに安くなっていたので買いました。めっちゃいい、これ雨の日とか、まあ、ファッションとしても可愛い。じゃあ買いました。めちゃくちゃ重たいんだけど、でもこれさ、1足目さ定価で買ってさ、2足目半額以下で買えてしまったっていう。 70% オフぐらいな、何も収穫ないかなと思ったけど、ネイビーにしたのでたくさん履けそうですね。はい、激アツ。暑いな。じゃーん、こちらはプラダと書いてあるんですけれども、ミューミューで靴買っちゃいました。なんか今日は靴にあの運命があるみたいですね。そうですね、これもミューミューで見てたやつやんな。でもやめて違うやつ買ったやつがなんとセールしておりまして、ついてますね。はい、安くなってるところからさらに 30% オフだったので買いました。いえ、
変な動きイエーイ。はい、ということで御殿場のアウトレットに行ってきました。収穫なしかと思ってたけど、あの2個シューズが買えて、しかもあのリピート買い半額以上、半額以上やな、 70% オフぐらいなで買えたのと、狙ってたサンダルがなんとセールで買えるというラッキーでした。アウトレットは、まあ、タイミングやな、まあ、確かにメンズはあるかも、タイミング良しでしたね。でもまあズボン買えたからよかったよ、まあ、あれはもうセールとかじゃないけど、確かにトンネルに入りましたということで、なんか他寄ってこかってなったんですけど、もう暑すぎやし、特にすることもなさそうなので、はい、もう高速に乗っちゃったので都内の方に戻りたいと思います。今回はゆるゆる Vlog でしたが、沼津マジで良かったよね。あーな、てか飯うますぎ、ご飯美味しいし、なんか本当に自然の中に囲まれてて、木に囲まれてて、全然なんかもう景色が見えないんですよ。なんか都会っぽいところが全く見えないっていうか、ほんまに木に囲まれてるから、デトックスしたいなっていう方だったり、のんびりしたいなっていう方すごくおすすめです。サウナもあるし、海も近くにあるので、はい、ぜひ次はまた違うお部屋に行きたいと思います。じゃあ長いトンネルに入りそうなので、この辺で終わりたいと思います。じゃあバイバーイ、また撮ります。さようなら、はい、バイバイできないですね、バイバーイ。